ま、俺の方が一枚上手だったけどな。それはまあ気にするな、仕方がないことだ。確かここやったな。確か、クロメテドームここやな。何？敵がいる。こいつは確か、動く物体を攻撃する敵やってんな。あ、違う。これはちょっと4、1、2、3、4匹もいるだろう。ちょっと数でゲームしてた、数でゲームしてた、実況なんかしなかったよ。めっちゃ素でやってた。あー、びっくりした。今素でやってた。めっちゃ焦るわ。いや、回転切りをどうしよう。ザコミ回転気味もさ、カヨシャリもあんま変わらんくない。うーらしくったなぁ。お、かまいたち、こう、刀から発せられる、あ、これ、あれじゃん、エアボックス。よっしゃ、刀から発せられる、その、風を発して、こうやっていくと。ということはね、これは、あれ違うのか、何やこいつ、敵？な、何これ。お？お、ムービーや、初ムービーや。こんなムービーあんねや、プレステって。ボロボロやな、ラピュタの、なんかあれみたいな。ちょっとここで空気読めてないぞ、炊飯器。直してあげるんか、レジン。空気の読めない炊飯器の炊けた音。直せるかもしれないわ、マジで。うん。さあ、ロボットには心がないっていうしな。結局は、人がそうやってプログラミングしたせいで、こう、人を襲ってしまうと。そういう悲しいよな、ロボットもさ、そんな人を殺すために生まれてきたなんてさ。嫌やな。うん、嫌やな。直せるか、アラレチン。直そうぜ。扉開かないみたい。あ、この奥の？お、直ったんか。何や。おお。何や何や何や、踊っとるぞ、なんか。あ、この曲なんか聞いたことない。俺めっちゃ聞いたことある。なんだっけ？なんか、おはよう、お前、第一声、おはようって。まあいいけど、ちゃんと挨拶するのはいいことやな。お、おはようございます、ご主人様。メイデイよ。私はご主人様になった。すぐに泣き。あなたはな、サラリーマンよ。この曲どっかで聴いたことあるな。何やっけな。了解しました。J-POP 的な。了解しました。私を目指してくださったのはアラリチン様ですね。アリチンでいいのよ。そんな失礼なことは。あ、ちゃうわ。そんな失礼なことはできません。様付けで呼ぶ方が失礼なことだってあるのよ。ね、カミは。了解しました、アラリチン。よーし、あ、こいつの名前決めんのか。名前、
開発コードのことですね。 R66 の Y です。 R66 の Y か、イカスじゃない。ダメよ、そんな可愛くないの。お、名前か。ロボット、ロボットっつえば、ロボットといえば俺は C3PO やねんけど、英語がないやろ。ロボット、そう、あのさ、ロボットっていうのは鉄人28号みたいな、ああいうやつでな、ガンダムをロボットって思ってるやついるやろ。別にガンダムオーターじゃないからさ、あんまあれやねんけど、ガンダムはあくまでモビルスーツっていうロボットではないです。あと、エヴァンゲリオンもロボットではない。これは断言しておきます。ほんまに。エヴァンゲリオンってなんなのロボットみたいなの、この前、めっちゃ、だいぶ前やけど言われて。エヴァはな、ロボットじゃなくてな、なっけあれ、人造、なっけ人造人間みたいな、そういう、あれ、なんか忘れた。忘れちまった。あれやね。どうしよう、エヴァにするか。エヴァ初号機。初音ミクか、悪くない。あなたの名前は初音ミクよ。初音ミク。あー、おもろいこいつ。ねえ、初音ミクちょっと聞きたいんだけど。ああ、初音ミク喋らん。これはどうしたのでしょう。このプロメテドームに多くの人間や私の仲間がいたはず。ああ、スズネリンとかネグリネルカとか、あとカイトとか、あと一人忘れた。言いにくいんだけど、初音ミク、あなたが倒れている間にこの人間は多分、そうですか。実はこのロボットは女性やったと。ではあなた方はなぜここに。めっちゃ似てる今の。初音ミクめっちゃ似てる今の。うわ、テンション上がってきた今の。まあ、ちょっとテンション上がってきた。ちょっと、初音ミク、めっちゃ似てた、今の。けど、ドアが開かなくて、ここから先に行けないの。あ、めっちゃ似てたな、今の。自分でもちょっとびっくりするわ。ここの電源は、完全に死んでしまっているようですね。全然似てないな。全然似てない。ほうほうほう。ほうほうほう。修理してくださったのです。今度は私がお役に立ちましょう。しかし、いつまで非常電源を持つか分かりません。世の中がここに残って電源が入ったらすぐにドアを開けないと。 OK、 私かカリナか、どっちと行くかっていう、この後にこのカリナを連れて行ったら、後にカリナとチューできる。このアラレチンを連れて行ったら、後にアラレチンとチューできる。まあ、カリナやな。よし、行くぜ。よし。え？違う、なんでアラレちゃん？やったー、暇しなんだ。暇そうやもんな、ここは。変わって、これで行くと。よ、元気？私の天才的頭脳は、いや、そうでもない。そう。別にな、俺はな、アラレチンのことはな、天才で、その頭脳、頭がいいから、いつも一緒にいるっていうわけじゃなくて、そうやって人として認めているから、一緒にいるっていうの、うん。一緒にいたいから一緒にいるっていうので、一緒にいてんねんな。そして、この並び順な。やっぱり俺の後ろをついてくるのは、こういう。行くぜ、工場跡やったな。じゃあ工場跡に行きまーす。